はい、ということで今秋葉原のマックに来てるんですけども、マック何をするかっていうと、マックのハンバーガーのパン抜きを今回頼もうと思います。知らねえだからハンバーガー頼んでパン抜きでって言ったからふざけで大丈夫、マックできるらしい。なんかマックはもう本当に結構柔軟に対応聞くみたいで、そういうサービスも行ってみたいな。パン苦手な人とかいて、ハンバーガー食べれないねって人がいたら、ぜひこの方法やってみてほしい。ああ、パン抜きビッグマック行こうと。パン抜きだったらもうあれだ、バーガーだ。そう、バーガーバーガーでも、ね、違う、なんだ、バーグ、バーグだ行きましょう。はい、こんな感じ。安いよ、めっちゃ。そう、今ね、ポテトが150円だ。めっちゃ安くなってんの。後ろに書いてある。いや、もう近すぎか。とりあえずビッグマック俺やったことないんだよ、実は。いるんじゃない。でもピクルス抜きとかよくある。ピクルス抜きみたいなノリでもうパン抜きで。あ、もうパン抜きよ。ビッグマックパン抜きで。バンズ抜きで。あの、ちょっとすかした感じ。バーグ抜き？バンズ抜き。バンズって言うじゃん。知らないの？バンズって言うんだよ、あの上の部分。本当か？本当に。マジ信じてよ。バックで渡してたっけ？してない。あれ？バンズ抜きって言ってみるじゃん。本当にバンズ。これで通じなかったら、くっちゃ恥ずかしいけど。いいいい。もう赤っ端じよ、俺。あ、パンで言い直すか。めっちゃ恥ずかしい。パンの方が逆に恥ずかしいと思う。あ、逆に素人すぎて。バンズってんじゃん。しかも作るの早いんじゃない、むしろ。むしろ早いんだよ。だって挟む必要ないから。近いから。ビッグマック一つで、ビッグ。あ、ソロで。ソロ単品で。と、あとそのハンズ抜きで。バンズ、バンズ。バンズ抜きで。バンズ。あの、パン、パン。食えない。パン抜き。パン抜き食えないですか。そうなんですね。ハンバーガーでもできないですか。あ、そうなんだ。じゃあ普通にハンバーガー一つください。すいません、追加でビッグマック一つ。もう一目散にパンって言ったよ一目散に、あ、パン、パンどこ情報、そのバンズで通じる。いつも通りね。いつも通りってなんだよ。ありがとうございます。なんか見てみます。うん、見ましょうか。見かれてる運転手さんもやっぱね、口では言ったものの注文通りやってるかっていうのがあると思う。新しいの。いきます、開けてみます。せーの、おです。じゃあビッグマックのバンズ抜き、うん、いきたい。本当にバンズって言うよ。店員さんもきっとそう思いつつ抜いてくれるって信じてます。いきます、3、2、1。何の茶番だよ。ハンバーグいただきます。どうどう。安いそのままだとね、そんなに美味しくない。パンと一緒に食べるからなんか美味しいって感じで。乾いた牛肉食ってるんでクソ最悪なコメントするやん